はい、どうもー毎日ポジティブ298回目でございます。そう、私はスーパーポジティブティーチャー福津です。よろしくお願いいたします。さあ、それでは昨日の動画についたコメント、昨日は2件いただきました。ポジティブ子育て論2のですね、お話をさせていただきました。それでは読んでいきたいと思います。まずはですね、泥さっぱりさんから <laughs> いつもありがとうございます。ポジティブ子育て論、楽しさの共有ができるのは今しかない。僕は長男が中学生なので、 親離れしだしてます。子離れの準備をしなきゃいけないなぁと思う今日この頃ですというですね、中学生のねお子さんがいらっしゃるということで、まあ、僕なんかよりも大先輩の子育てのですねお,お父さんと。 おお、まあ、楽しくね、えー、やっぱり共有できるというのは、まあ、まあ、何歳になってもできると思うんですけども、お小さい、えー、子供のうちにね、えー、そういう楽しさを共有することで、えー、その、これからの、その子供の未来がですね、また大きく変わっていく可能性もあるというですね、ぜひとも楽しんで、えー、子育てしてください。さあ、続いてですね、七海さんからいただきました。6日ぶりにまとめてみました。やっぱりティーチャー見ると元気になりますね。 自分が楽しむって大事ですよね子育てではないのですが私も最近新しい方とのご縁を楽しみながら仕事ができてますもちろん飛び込み営業なんで門前払いもしょっちゅうですがこれからも プライベートも仕事も楽しんでいこうと思いました。というですね、ななみさんからいただきました。ありがとうございます。このね、僕がこの動画をこう配信している中で、こうやって楽しみにしてくれる人、そして元気をもらえる人、いればいるほど僕ももっともっと頑張ろうというですね、気持ちになります。ということで、本日のお話なんですけども、本日はですね、まあ、これも昨日来ていただいたお客様からですね、学ばさせていただいた素敵なことなので、ちょっとシェアしたいと思います。昨日来てくれた方、勇者の方が昨日久しぶりに来ました。 看板を見てすごい気になってて、今日は来てくれたと。その方なんですけども、なんと単身赴任を12年間されてる方なんですね。で、月に1回しかあ家族の元に帰れないと。12年間、月1回ですよ。年間で12回しか会えないんですね、家族と。で、お子さんは3人いると。男の子が3人です。そんな、 普通に考えたらよくそれで家族の生活がうまくいってるなと僕ものすごい興味を持ちましてその単身赴任の12年間で今お子さんも3人いて男の子でで奥さんに任せてるとよくその結婚生活でうまくやっていきますよねとその秘訣って何なんですかって僕は聞いたんですねでその方が言ったのことなんですけども 皆さん何だと思いますこんなにもう離れてて月に1回しか会えなくて年間12回しか会えないお父さん。お方やお母さんは男3人を、の子供をですね、こう育てておそらくてんてこまいだと思います。その方が言ったのは、秘訣、そうだな許すことかな。って その方は言っていたんですね、えー、理論でものを言うのではなくて許し合うことが大切なんだとリズ詰な男は特に理詰めしがちなんですけどではなく許せることそして自分だけ許すんじゃなくて許し合えることこれがこう結婚生活を長く持つ秘訣そして 単身ののの本当におお父さんの存在というのはおそらく子供の中でもほとんどあまりない月1回しか帰ってこない人みたいなイメージかもしれないんですけどそれも奥さんとうまくやれているのは奥さんと旦那さんがお互い許し合っていることもちろん一生懸命働いたお金で子供たちは生活することができてるしお母さんがいるおかげで 3人の子供たちが健康に育っているとお互いがお互い本当にリスペクトして感謝し合っているからこ,からこそまあ謝罪のことっていうのは許せるんだとでお互い許し合うことでもちろん全てが分かり合うことはないとだからこそ分かり全てを分かろうとする完璧を求めるんじゃなく相手のダメなところもできないところも許し合うことが長く 結婚生活を送る上で非常に大切なんだと言ってましたでその方は自分の奥さんのことをヒーローだって言ってました子育てをね本当に任せてしまってもう行くたびに子供が成長する姿を見れて健康な姿すごく、えー、元気そうな姿全部お母さんが頑張ってるからだよとだから僕のヒーローはお母さんだとその方は言ってましたなんかすごく深いなと思って 思いましたしたなんかすごく心がほっこりしましまたなんかそうやっていろんな多分環境の結婚生活あると思うんですねでもそんな単身赴任12年間単身赴任のお,お父さんが言ったその言葉になんかすごく結婚って、えー、結婚のなんか秘訣うまくいく秘訣がすごく含まれていたんじゃないかなと思いましたということで毎日ポチブ200 98回目でございましたご清聴、ありがとうございます